はい、岸田総理が日本の未来を切り開く人の可能性を強く感じたという愛媛の県立高校での体験。総理の所信表明演説を受けて、その高校では今日午後4時半過ぎ、一生懸命タブレットの操作を教えてくれたのは隣の席に座った高校1年生の生徒でした。さっきですね。さっき、はい、さっき知りました。お言葉の中にその隣に座ってたって言われたのは多分私のことだと思うので、その名前を出してくださったことがとても嬉しいなと思います。先月20日。今日はすみません、生徒の席に、はい、座っていただいてよろしいですか。はい、はい、総理大臣の岸田文雄と言います。ではよろしくお願いします。岸田総理が訪れた県立高校は松山東高校。タブレット端末を使った模擬授業を体験しました。私間違えましたね。生活習慣病のテストをしたいと思います。今から一斉に配信しますので回答ボタンを押して答えてみてください。これはお願いします。はい、できましたでしょうか。では結果を見てみたいと思います。ダメだ、両方とも。この時の訪問について岸田総理は、まだ授業で本格的に使い始めて間もないタブレットを使いこなし、受け身ではなく自分から行動する姿に日本の未来を切り開く人の可能性を強く感じました。そうですか。岸田総理にタブレットの操作を教えた1年生の岸本さんは、とても誇らしいことだと思います。私もデジタルよりはなんか人とのつながりが欲しいなっていうことをそのコロナの自粛中とかにも思ったりしたんですけど、その中にも人の可能性というものを総理は感じられていたので、私もそういうのを見つけてみたいなと思いました。デジタルネイティブとして岸田総理から熱い期待を寄せられた岸本さんたち。そのネイティブの私たちだからできるその 年配の方に教えるとか、情報格差のない世の中を作るためにちょっとでも周りのために動けたらいいなと思います。でかつてあの松山市の仕事をしているときに、小泉さんが総理の時だったと思いますけど、坂の上の雲、これを取り上げていただきまして、その後のまちづくりへ大きく結びついていきましたんで、今回もこの所信表明に取り上げられたということは、その重要性を受け止めていただいたということにつながるんで、具体的に成果へと結びつけていきたいと思います。高校生ありがとう。